じゃあよく聞いて。Okay. 私は、うん、あの昔から言ってるの、豆腐とネギと油揚げがすごく大好き。ほうほうほう、大豆。食べるのに大豆。すごい。そう、ね、でもこれはみんな有名知ってる。いやいや、知ってるかどうかってガチ。で、俺、締めサバ、肉、寿司。あ、ラーメン。全部ハンバーグ、うん、それもう好きだよ、うん、でも、ね、これらが食べれますとネギ食べれますどっち食べるえこれらいや違う違う、そういうことじゃないの、ネギが合うのはそういうことじゃないの、そうネギはほらどこにいても相性ぴったりでしょ、確かに必要、めっちゃ必要でしょ、うん、中華でネギは調味料、だからネギを避けてほしくないわけ、いやでもあるネギは全部出してほしい、そういうことあるネギは全部出してほしいあえて乗っけないとかしないでってことしねえよ誰もどういうこと、だから牛タンは牛タンじゃなくてし、うん、ネギ塩牛タンにしてほしいの、うん、それだと焼肉の中にも入っとるもん、ネギ塩牛タン、じゃあ牛タンを選ぶ人だっているやんか、でも私はネギ塩牛タンを選んでほしい、あ、なるほど、好きな食べ物は何ってタン、タンじゃないでしょ、ネギ塩牛タンでしょ、そう、ネギのおかげであなたはタンを美味しく食べれてるんだから、タンが好きなんじゃなくてネギ塩牛タンを食べてる、そうそうそう、ネギが美味しい、ネギとタンが美味しいんでしょ、